ナンバーアンダーラインアイインスタ更新今日も大爆笑特に最後の章君左向き虫眼鏡何してるのハテナマーク優しい。シ章からドエス章く君が羨ましい。ベッドライトバージョンいいね。岸平面白すぎる。平野翔とガンユータ。彼らの名前はまるで魔法の呪文のように多くのファンにとって笑顔と幸福のトリガーとなっています。 二人の織りなす世界は、時に予測不能な爆発的な面白さを秘め、時に心温まる優しさで溢れ、見る者の,の心を一瞬で虜にしてしまう、まさに、岸平マジック。今回、ナンバーアンダーラインイのインスタグラムにアップされた動画は、そんな二人の魅力が凝縮された、まさに、岸平劇場の傑作と言えるでしょう。 動画は Go と &BYC の軽快なリズムに乗せてベッドの上ではしゃぐ二人の姿から始まります。無邪気な笑顔で歌い、踊り、じゃれ合う姿はまるで子供のように無邪気で見ているこちらまでつられて笑顔になってしまう。日常のストレスや疲れも忘れさせてくれるまさに癒し効果抜群の光景です。しかし彼らの魅力は単なる 癒しにとどまりません。動画が進むにつれて、翔君の騎士くんに対する愛の形が次第にその本性を表し始めます。頭を撫でる優しい手つき、耳元で囁ささく甘い言葉。それらは一見愛情表現のように見えますが、よく見ると、そこには何か危険な香りが漂い始めていることに気づかされます。 突如として表現する翔君の行動は、ドエスという表現がぴったり当てはまるでしょう。岸士君をベッドに押し倒すヘッドロックからのジャーマンスープレックス、風の技をかける。その行動は時に激しすぎて、見ているこちらがハラハラしてしまうほど、コメント欄にも翔君激しすぎ。岸士君大丈夫といった声が溢れ返っていました。しかし、 翔君の行動を注意深く観察してみると、そこには相手への深い愛情と配慮が隠されていることに気づきます。例えば、ジャーマンスープレックス、風のシーンでは、ちゃんと騎士くんの首を支えながら倒しているのがわかります。彼の行動は、決して相手を傷つけるためではなく、あくまでも愛情表現の一環なのです。翔君の激しい愛とは、 一見乱暴に見えて、実は緻密に計算された愛情表現であり、そこには騎士くんへの揺るぎない信頼と深い愛情が根底に流れていると言えるでしょう。一方の騎士くんはというと、翔くんの激しい愛を全身で受け止める愛されキャラとして、その魅力を存分に発揮しています。翔くんに頭を撫でられている時の表情は、まるで飼い犬が嬉しそうに撫でられているかのよう。 キシコという愛称が生まれるのも納得の可愛らしさです。二人の関係性は、時に夫婦、時に兄弟、時に飼い主とペットのようにも見える、まさに変幻自在。ジン君には愛されたくて、キシ君は愛したい平野ガン君というファンの言葉が象徴するように、愛されたい願望を持つ翔君と、愛したい願望を持つキシ君。 二人の相反する欲求が絶妙なバランスで満たされ、そこに岸平という唯一無二の関係性が生まれているのではないでしょうか。今回の動画は単なる面白い動画として片付けてしまうにはもったいない深いメッセージが込められています。それは愛の形は一つではないということ。私たちは愛というと優しい言葉や態度を思い浮かべがちです。 しかし、将軍のように、時に激しく、時にユーモラスに表現される愛もある。大切なのは、その愛の裏側にある、相手を思いやる気持ち、信頼、そして深い愛情です。岸平の二人が見せてくれた愛と笑いの科学反応は、私たちの固定観念を打ち破り、愛に対する新たな視点を提供してくれるのではないでしょうか。 動画の最後、翔くんにおもちゃのように扱われながらも、満面の笑みを浮かべる騎士くんの姿が印象的でした。それは彼が翔くんの愛を心から受け入れており、二人の間に揺るぎない信頼関係が築かれていることを物語っています。騎士平の二人は今後それぞれ別の道を歩むことになります。しかし彼らの間に生まれた絆は、 決して消えることはないでしょう。今回の動画は、そんな二人の強い絆と、互いへの深い愛情を再確認させてくれる、まさに、宝物、のような作品と言えるのではないでしょうか。そして、私たち視聴者にとって、岸平劇場は、単なるエンターテイメントを超えた、大切なメッセージを投げかけてくれているようにも感じられます。それは、 相手を思いやる気持ち、笑顔の大切さ、愛することの素晴らしさ。岸平の二人が見せてくれた愛と笑いの化学反応は、きっと私たちの日常にも、たくさんの笑顔と温かい気持ちを運んでくれるはずです。翔くんとゆうたくんのラベーダベーな姿が、いつも楽しさと笑いを私たちにもたらしてくれます。先ほどナンバーアンダーライン愛さんのインスタグラムを見ると、 二人がベッドの上でゴート BYC の曲に合わせて楽しそうに踊ったり、歌ったりしているのが映っていました。ナンバーアンダーライン i さんのインスタ更新はいつも大爆笑させられます。特に翔くんの最後の行動は面白すぎです。何をしているのでしょうか優しい翔くんから一転して少しドエスな一面も見えますね。騎士くんは羨ましいです。 ベッドライトバージョンも可愛いです。翔くんと騎士くんのコンビネーション、騎士は本当に面白すぎます。笑いをたくさん与えてくれてありがとう、翔くん。肩にコツンするのは反則ですよ。そりゃ騎士くんもメロメロになってしまいますよ。そして優しく激しくなで回して最後は押し倒すなんて。 翔くんのしっかりと愛を受け止める騎士くんの様子がとても幸せそうです。最高ですね。さらに押し倒すを超えて、まさか投げ倒す強引なところも魅力的ですね。爆発的な愛を見せつけてくれてありがとう。ガンくんに対する翔くんの思いが本当に伝わってきます。騎士君のお顔がワンちゃんがもふもふされているみたいですね。 一体どのパターンで撮影したのでしょうか。毎日22時が楽しみで、明日も頑張ろうって思えるのは、翔くんの KC、ガンくん、ラブが伝わってくるからですね。真似っ子する弟みたいですね。最後のヘッドロックからのジャーマンスープレックス的なアクションは本当に爆笑です。でも、翔くんはちゃんと首を支えながら倒してくれているんですね。 甲や神、耳を触るのは反則ですよ。翔くんは騎士くんを愛したいと思っていて、騎士くんは翔くんに愛されたいと思っているみたいですね。手の組み方や足の流し方が女性的ですね。騎士子になっちゃっています。かわいすぎます。翔くんに撫でられている騎士くんの表情を見ると、愛を受け入れている様子がよくわかりますね。 本当に最高の動画だと思います。これ以上さらなる激しい動画は FC 限定でも良いかもしれませんね。お互いを愛し合う翔くんとガンくんの姿は本当に素晴らしいです。これからも楽しい動画を期待しています。平野翔とガン太のコンビの魅力を存分に引き出した素晴らしい動画ですね。この二人の温かい絆と遊び心あふれる関係性が 視聴者を大いに楽しませてくれています。